安全地帯は相当遠くないが、警戒を怠るな。敵の攻撃だ。うわぁ、いやー、惜しかったっすね。やられちまいましたね。ヨウのやつ狙撃がうまかったからや、あいつの抜けた穴できるかもな。はい、まあでも諦めずにもう一戦いきますか。いや、今日はこの辺にしとこうぜ。俺先帰るわ。あすごいあすごい、このままじゃやばいんじゃないんですか。やばいって何がね。このままだと松くんが厚田くんに幻滅しちゃいますよ。え、なんでだよ。気づいてないんですか、亮くんがいないからいまいち盛り上がりに欠けてるんですよ。放課後だって遊ばない日あるし。つまりこのままだと松くんの中では亮くんがいないイコールつまらない、厚田くんだけじゃ盛り上がれないという認識になってしまう危険があるんです。いや、それはまずいな。いやー、やっぱおめえダメだろ。なんだ、亮じゃなくて厚田くんという軍になるよって言ったらな。松さん、ひどいっすよ。そやな、亮の方が何倍もいいよ。最悪だ。そんなん絶対ダメだ。俺はどうすりゃいい。簡単ですよ。松くんを笑わせて楽しいって思わせればいいんですよ。なるほど。でもどうやって。そうですね、やっぱりモノマネとかですかね。モノマネ。俺モノマネなんてしたことねえぞ。大丈夫ですよ、僕が教えますから。まず、そうだな、ひろゆきのモノマネってどうですか。ひろゆきか、分かって、やってみるよ。いいですね、あつく、その日ですよ。明日は厚田をおもちゃにして退屈しのぎができそうだぜ。おはようございます。松田、なんだろう、月ひげか。逆に質問なんですけど、昨日までひげの生えてなかった人間に次の日から急にひげ生えることありますか。あ、おーよー、生えるのか。だとしたら月ひげであることは間違いないですよね。おお、まあ、そうか。あ、そうだ、今日テストの課題よ、あれ見せてよ、俺やり忘れた。お断りします。は？やってんのったら見せてくれてもいいだろうよ。普通に考えて僕にメリットないですよね。お前がやってないとミッションしただろうかよ。困ったとお互い様だろ。確かに、まあ見せてもらったことはあるかもしれないですけど、その時にもし松本くんが忘れた時見せるっていう約束してないですよね。いや、それはしてないけどよ。でしたら見せてもらうのが当たり前っていう態度はおかしいと思うんですよ。頼むから見せてくれ。これでいいか。お断りします。はぁ、当たり前に見せてもらえる態度がおかしいとは指摘しましたけど、それを直したからといって見せるとは言ってないですよね。なんなんだよてめえ。
理や。あ、松さん、ちょっと。おい、ゴッチ、話がちげえじゃねえか。マッサンにキレられたじゃねえか。おい、八つ当たりしないでくださいよ。さっきのはね、アツタ君のモノマネのクオリティが低すぎて、アツタ君がモノマネしてるのはマツ君に伝わなかったんですよ。あ、クオリティ低すぎるって。一生懸命やったんだけどな。でも大丈夫ですよ、アツタ君。あのね、モノマネなんでね、モノマネ以外でも他に手はあるんですよね。モノマネ以外でも大丈夫です。え、本当か。ええ、笑いとはつまり緊張と緩和です。緊張と緩和。図書館や説教中、人は笑ってはいけない状況ほど笑えるんですよ。ああ、確かに分かる気がする。なので、その状況を作ればいいんですよ。ね。あ。なんだよ、その価値か。マツコ、マツコ、大変です。あ？なんだ、どうした？アツタ君の親に何かあったみたいです。は？マジか。アツタ今どこ？アツタ君は今、保健室。マジか。マツさん、来ないでください。俺の両親がさっき交通事故に遭って息を引き取ったって。嘘だろ。だから今は一人にしてください。マツタ、こんな時だからこそ、こんな時だからこそ俺を頼ってくれよ。辛いなら俺がずっと隣にいてやる。それが友達だろ。松さん、ありがとうございます。わかりました。松さん、開けるぞ。ウッソピョーン、ウソつきウサギです。ウソつきウサギです。ニンジンビーム、ビビ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 。アツタ、お前と絶好だ。松さん、すいませんでした。もう分かったよ。お前が何であんなことしたのか事情分かったんだよ。すいませんでした。まあ、それ寮がいたら楽しいは楽しいかもしれないけどな、盛り上がんねえからってお前がダメってことはねえよ。松さん、まあ、厚田君はちょっと考えすぎかもですね。こっち、てめえに後で話が。え？まあ、でもあれだな、量がやくて少し盛り上がりに欠けるのは事実だよな。はい、三人だとキリが悪いですしね。それなら、俺が入ろうか。小島、生徒の心の穴を埋めるの教師の役目だからな。あ、そうだ、荒野行動だろな。3人より4人の方がキリがいいだろ。よし、まずはフレンド登録してくれな。これだ。よー、どうします？配線どうぞ。配線、話終わってないぞ。